どうもリノスマンでございます。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。今日の撮影日の日付なんですけれども、4月24日日曜日になります。はい。今この僕の住んでる青森県弘前市なんですけれども、桜が今めっちゃ綺麗な時です。めっちゃ綺麗というか、ちょっと散り始めてんのかな。でもね、この土日が一番の見頃なんじゃないですかね。すごい綺麗です。僕はね、弘前の桜、弘前公園の桜が日本一だと思っております。ぜひね、今年いらっしゃった方もいらっしゃれなかった方もですね、ぜひ弘前に来ていただいて、一度はね、弘前の桜、楽しんでもらいたいなと思いますね。本当に日本一の桜です。すごい綺麗ですから。はい。ということで、今日の動画なんですけれども、スニーカーを買いましたということでやっていきます。多分ね、この一足が、4月はラストになるんじゃないかなと自分の中で思ってます。はい。じゃあ紹介していきまーす。今回買ったスニーカーこちらでーす。はい。来ました。はーい。プロケッツ、ロイヤルプラスヴィンテージでーす。こちらを購入しました。プロケッツ、ロイヤルプラスヴィンテージ。はい。ちょっとね、このスニーカーのことをね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、紹介したいなと思います。これもね、藤原ひろしさんですよね。火付け役は。90年の中頃から90年末にかけてだったと思うんですけれども、有名なところで言うと、コロンビア工場。プロケッツのこのタイプはですね、コロンビア工場で作ってたんですけれども、そのコロンビアの工場が閉鎖されるということで、このメイドインコロンビアの、ロイヤルプラスヴィンテージがなくなるっていうことでね、そういう情報が出て、この、根強い、人気があったこのモデルなんですけれども、瞬く間にそれでね、市場からなくなって、たんですよね、その頃はね。僕はね、当時、全くこのモデルには興味なかったんですけれども、藤原ひろしさんがそういう風にね、ラストコロンビアの、ロイヤルプラスヴィンテージ、本当一生分買いましたとかね、そういうのがね、よく雑誌でね、載ったんですよ。紹介されてたんですよ。でね、あ、そうなんだ。僕も、待ってよ。ね、変にもう慌てちゃってね、僕も買わなきゃラストコロンビアなんて思ってね、いたんですけれどもね。結局ね、コロンビア製の、プロケッツは結局買えずじまいでした、その当時は。年月が経ってですね、このモデルずっと欲しかったんですけれども、僕はね、どちらかといえばそのコロンビア製だとか、現行のものだとか、そういうのはあまりこだわりはないので、いつかね、このロイヤルプラスヴィンテージ履けたらいいなーって、そのぐらいの感覚でしたね。今回買ったカラーはですね、これなんて言うんだろう、ベージュになるのかな、白になるのかな、多分白だと思うんですけれども、白に、この、ラインが黒っていうタイプを今回購入しました。もちろん中古です。中古ですけれども、結構ね、結構っていうか、あんまり出てこないんですよね。プロケッツのロイヤルプレスヴィンテージ。中古でも。新品だとね、普通にお金出せば買えるんですけども。僕はね、中古ハンターですから、ユーズドハンターですからね。僕が買える、適正価格のものが出るまでね、じっくり待って買ったという感じです。はい。でも、これが初めてじゃなくてね、僕も何足かの、ロイヤルプラスヴィンテージ他の色を持ってますので、今日はね、ついでといってはなんですがね、僕の持ってる、プロケッツのロイヤルプラスヴィンテージを、紹介したいなと思います。はい。まず、シンプルな、これはネイビーです。ネイビー。はい。これがありますね。結構ね、シックにっつったらおかしいですけど、ジノパンにね、ちょっとシャツなんか着るときなんかね、よくやっぱこのネイビーはね、ネイビーのロイヤルプラスヴィンテージを使えるんですよ。もちろんね、デニムなんかにもね、バッチリ合うんでね、本当に使い勝手のいいスニーカーで、しかもネイビーっていうことでね、
なおのことね、使い勝手が良かったです。これ良かったですって過去形になっちゃって、使い勝手いいです。はい、ネイビーはね、うん、はい。それで次なんですけれども、こちらです。はい、カラーがね、特徴的なんですけども、このつま先のところがね、こう、つま先のラバーの部分がね、こう黒で、塗られているっていうかね、まあ黒になっててね、うん、まあ普通にソールは白でね、でラインが赤と、緑ということで、こちらはですね、ちょっと確認できるかな、エクストララージのコラボなんですよ。うん、これもね、何年前だかな、ちょっと忘れたんですけども、もちろんこれも中古品で買ったんですけど、うん、これを見つけた時はね、もちろんエクストララージとコラボしてるなんていうのは全然わかんなかったんでね、うん、あ、いいなぁ、買おうと思って買ったっていう感じですね、うん、これがね、初めてのロイヤルプラスヴィンテージだったかもしれないです、僕は、うん、ね、一番最初にね、こういうトリッキーなやつをね、買っちゃったんでね、なかなかね、シンプルなやつがね、その後買えなかったんですけどね、はい。で、3足目がこちらですね。ミッドカット。うん、ミッドカットのグリーンになります。うん、まあ、基本ローカットが、このモデルは人気なんですけども、まあ、ミッドカット珍しくてね。で、まあ、安かったんでね、うん、買いましたね。でもね、これね、あれなんですよ。僕ね、洗っちゃったらね、ちょっとわかりますか？白のラインがね、ちょっと緑っぽくなっちゃったんですよね。色が映っちゃったんですよね。残念なことに。でもね、外側は白いまんまで、内側にね、色が映っちゃってるんで、ね、内側だったらまだ、ギリギリいけるかなと思ったんで、その辺はね、ちょっと気にしないで履いてますけど。うん、はい。そういう感じです。ということで、ね、今回のこの白ということで、4足目ですね。僕にとっては4足目の、ロイヤルプラスヴィンテージになります。はい。他にもね、やっぱり黒。うん、黒はね、まあ、ゆくゆくは欲しいところです。あとね、赤。赤は、まあ、かっこいいですよね。当時ね、藤原博さんはよく赤履いてた印象が僕はありますね。うん、あとね、なんといってもね、何色って言うんだろう、ゴールドになるのかな、マスタードになるのかな、ちょっとこれはコンバースのジャックスターですけど、この色の、ロイヤルプラスヴィンテージがあるんですけども、まあ、これに近い色って言った方がいいのかな、うん、そのカラーがね、やっぱりね、欲しいですよね。それが最高にかっこいいんですよね。まあ、いつかゲットできたらいいなぁと思っております。はい。それでですね、今回こちらを買ったお値段なんですけれども、お値段、こちらはですね、なんと、4000円でした !4000 円。うん、高いか安いかはあなた次第です。ということで、今日はプロケッツの、ロイヤルプラスヴィンテージ、こちらを買いましたので紹介させていただきました。本日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。じゃあ今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。バイバーイ。